山内さんは父の勤務先の官舎で被爆、一命を取り留めました。山内さんは被爆直前まで産業奨励館の敷地内へ住んでいました。私は広島はたった昭和19年3月に転校、市の転勤で広島に入って、そして20年の8月6日に原爆にあって、父を8月19日に亡くして、8月の末にはもう広島を出ましたので、ほんの2年丸1年とちょっとですかね。本当にでも猿楽町に住んだのが、その短い滞在、広島に住んでいながら猿楽町にいたのが1年ほどいたんですよね。あとはエヴァと牛田なんですよ。だからなんて言いますか、まあ信頼の先生の言葉を借りれば、数奇な運命をたどってらっしゃいましたとは言われますけども、そして急遽まあ仕事の資質、父は今局長と言いますけど、その時所長さんと申しましたけども、そんな車の運転手をしておりましたもんですから、仕事の性質上やっぱりその役所の近くに居住地がないと不便なもんですから、それで急遽この産業奨励館の敷地内に会社が建った、車庫付きの会社が建ったってわけでございます。それですから建ったのが6月ですから、産業奨励館の敷地を移り住んだのが昭和19年の6月の頃だったと思います。被爆当時は猿楽町から半月ほど前に牛田の早稲田区に官舎ができまして、そこへ引っ越したんでございます。そして8月6日は前日の空襲のために、私ちょっとたまたま目が結核菌が入りましてね、そして工場を休んでおりました、学徒動員を。そして父は建物疎開のために早朝に出かけておりまして、いなかったんでございます。それで私が母の支度を待つ間、その時でした。シュルシュルシュルっていう何とも異様な音とともに、こう一瞬目の前が赤紫っていうか白っぽい赤紫っていうか、もう本当にちょうど稲光の中に身を置いたように、こう目の前が一瞬そうなりまして、でガッとこう顔の方に熱気が来ましたもんですから、それで一瞬庭に焼夷弾が落ちたんだと思いましたですよ。で庭に防空壕が掘ってあるんですけども、弟はパッと横抱きにしましてね、部屋の真ん中に走り込む、母は母でお勝手の次のところでこう髪をしてた、それが異様に光ったのでと思うんですよ。ともかくに母は庭の方へ行こうとしたの、ちょうど部屋の真ん中にぶつかったんです。ダメダメ庭に焼夷弾って、もうともかくそんな狭い部屋を横切るぐらいですから、大した時間もかかりません、一瞬です。母をこう押すようにして、弟を母に預けるようにしながら、ダッとそのお勝手へ飛び降りたんですよね。あの時二条のところへ出てたら、今頃影も全身にガラスの破片が刺さって、おそらく生きててもどうにかなってたと思うんですけど、助かる運命というのは分かっておりたんです。左足で蹴った途端にダーンと塔が跳ね返りましてね、そしてその後すごい爆風ですわ。何が何だか分かりません。私たちの時代はまあご存知でしょうけども、爆弾に遭遇した時にはパタッと地べたに伏せて、耳と鼻とこう目を押さえる訓練をもう徹底的に合わせておりましたんですけども、それを伏せるところの騒ぎです。80センチ四方ぐらいのところに母と弟と3人しゃがみ込むのが手いっぱいでした。もう頭をみっぱい低くしまして、もう何が何だか分からず、ものすごい爆風で、もう言ったばっかりのお下げのところから、もう伏せてる首の間からこう爆風が通る、その感触がね、こう今もこのうなじのところに思い出すと残りますけども、
言ったばっかりの髪の毛がもうバラバラになりましたんですからね。そしてもうどのくらい経ちました、ほんの少しなんですけどね、もう夢中で伏せてて、しばらくしたらシーンと静かになったんですよね。でこうぐるーっと部屋を見ると、壁もなく、壁だって板壁でしたんですけど、それもなくて、屋根もなくて、柱は上から半分ぐらいに折れて、そして襖という襖、東照寺は全部中が抜けちゃって、こう3だけなんです、下のこう、上もないですけどこういうね。そして畳は持ち上がってるでしょ、タンスは飛び散ってる、もうぐし一瞬の間にそれだけぐしゃぐしゃになってる。それでもう何が何だか分かんないんですけども、ですけども、そのただその印象に残ったのは、そのガラスの破片がね、その柱という畳という図書寺の山全部に吹きつけたように刺さってるんですよね。それがあの早稲田、吉田はあの俗にこうキノコ雲の傘の下に入らなかったので、さんさんと照りつける夏の太陽に、そのガラスの破片がキラ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 と、その光る様は異様な、もう美しい、なんと言ってみような表現でしたです。それでもうお互いに顔を見合わせば、母もひっつった顔、私も もちろんそうでしょうし、弟なんかもうあれだけの恐怖になると、1歳3ヶ月の弟も泣き声すら立てないで、も母の胸にしがみついてましたですからね。田んぼの間をゾロゾロゾロってなんか黒いものが動いてくるんですよね。なんだろうと思って一瞬目を凝らしてみました。それが町の方で被爆した人たちの姿ですよね。もう本当に髪の毛なんか縮れて固まっちゃった人から、なんか真っ黒なんだけども異様に黒いんですけども、一部分が顔の方が赤いと思ったら、ここがほら剥けちゃってね、でこここう皮がぶり下がってるんですよね。かと思えば手が変な方向にくっついてると思ったら、皮一枚で手がぶり下がってるじゃない。そしてそういう人たちがぞろぞろ歩いてきて、何か石につまずくと、何かにつまずくと倒れると、そこへ次々と倒れて、たちまちできるのが人の倒れ始まった人たちで、かろうじてまあ会社の前まで歩いてきた人たちは、五体健全の私たちを見ると水をくれって言うんですよね。だけど水を飲ませたら死ぬなんて情報はとっても伝わっておりません。まだ爆弾被爆してから数時間しか経ってませんから、お水を持ってきて、そして中学生の男の子ですわ、名札つけてたんですけども、望遠も燃えちゃって、何学校だか何君だかわからないわけですよね。お水汲んできてね、その子にこうお水飲ませましたですよ。だけどお水あげたってほら満足に入らないですよね。スーッと流れてね、そしてあの吐くような息で、お母さんって言って、その子がこと切れましたですよ。かわいそうだったですよ。そうしましたら、あのまた表がざわざわざわっとしたので見たらね、私の父が立ってるんですよ。まあ私もまあすっ飛んできましたですよ。お父さんって言って、元気だったのって言ってね、無事だったのっていうことでね、で前の顔見てすっとこう横見ましたらね、後ろ見ましたらね、先頭部をかぶってたこの下からね、帽子はもうないですけどね、この後ろ後頭部からうなじ、背中、お尻までみんな焼けてね、そして解禁シャツは前っきりしかないんですよ。そしてね、あの背中がね、もう薄いこういう紙みたいなピンクのところにね、こう赤く血がにじんだり、ところどころにじんだりしてるところに白いのが見えるのが、今から思えば骨なんですよね。そして思わず私息飲んだんですよ。母も弟代で飛んできましてね、そして父が、あのお前たち無事だったかって、俺はあのここへ来て、もしお前たちがダメだったらここで死ぬつもりで一生懸命歩いてきたって、
どこで建物疎開に出てたか、ともかく父のその時には、父は19日まで生きてましたので、早朝まで。でもあと意識不明になったのが17日の夕方から意識不明でしたから、でそれまでの間に話して聞いたのでは、瓦をねずらしてたんですって。だからこうほら建物疎開ってバタンと壊しますでしょ。で瓦をこうずらしてる時に、こう瓦を持ち上げようとした時に、ダダダとこの背中に土蔵が倒れてきたんだそうですわ。だから父親はその光線よりも見たってことは言わないけども、ダダッと土蔵の下敷きになったって言いましたです。朝だったのにもう夜になってたって。というのは紀伊国の下になっちゃったことでしょ。その父はじゃあそのこと知らないから、もう一瞬に夜だったって、闇夜だったって。その中からあちこちから赤い炎が上がる、真っ黒な人間が泣き叫びながら逃げ歩く、そしてもう本当にあちこちから火が上がってたそうですわ。